2026年北中米ワールドカップアジア最終予選の組み分けが6月27日に決定した。画像、日本は死の組、北中米 W 杯アジア最終予選の組み合わせ周知の通り、日本は C 組に入り、オーストラリア、サウジアラビア、バーレーン、中国、インドネシアとの対戦が決まった。今予選で W 杯の出場権が与えられるのは上位2チームのため、競合の日本、 豪州、サウジアラビアと同居し、中国では厳しい声が上がっているようだ。中国のポータルサイト、ソウフは6月28日1試合もプレーせず、夢は打ち砕かれた。中国代表は史上最も困難な死のグループに苦しみ、ワールドカップ出場は理論上の希望だけが残ったと題した記事を掲載。次のように伝えた。W 杯出場は強さの方が重要だが、 しかし、時にはグループ分けが非常に重要になることもある。たとえ力が足りなくても、幸運にもいくつかの弱いチームにそうまみえる可能性はあった。まだ前進する可能性はあるが、残念ながら中国は死のグループに割り当てられた。同メディアは、インドネシア、サウジアラビア、オーストラリア、そして日本とそのポットの最強チーム4カ国を引き当てたのは、本当に残念だとしか言いようがない。 これは W 杯の本大会を戦うようなものだと主張。まだ一試合もプレーしていないが本当に不運だ。予選通過は理論上の可能性でしかないと続けている。中国が次のラウンドに進むには本当に奇跡が必要だ。チャンスを得るには少なくともグループ内で4位以内に入る必要がある。これはインドネシアを上回る必要があることを意味する。 バーレーンも、言うは安く行うは難しいだろうか。気化したオランダ系の選手がいて、弱くても中国とは同等の強さだ。4位以内確保も簡単ではないと見ているようだ。